この度30歳になりましたアロイです。私の人生を皆様にご紹介できればなと思っております。よろしくお願いします。私本名ジーニアスと申します。そして2歳を迎えます。はい、2歳ですね。はい、ちょっと大きくなりました。はい、ここは母親がスパルタ教育でして、はい、その判断力とか、そういったものを培うトレーニングをしておりましたね。もうすでに父の姿はないと。はい、この後出てきます。まだこの頃はまだ家族は仲良かったですから。あ、そうです。はい、さあこれで2歳のミッションはクリアです。はい、こうして僕はリスクヘッジの能力を身につけていきましたね。さあ続いては3歳です。ここが人生のターニングポイントでした。あ、大きくなりましたよ。はい、3歳、まあハイハイから歩けるようになったタイミングですね。はい、ここで騎士のおもちゃか花瓶かどちらかを選ぶタイミングがありまして、はい、まあ、芸術家気質だった私はこの花瓶を選んで、まあこの後ですね、事件は起こるんですけれども、おっと、あーっと決まった。もうここでもう浮気してんじゃねえぞと、はい、そう、お前は浮気をしていたなということで父を殺めてしまいました。私の人生、あ、ここでですね、はい、家族の仲が引き裂かれると、はい、ここから狂い出しました私の人生。さあ何か星を手にしましたか。はい、これで成長の過程ですね。5歳。はい、5歳、小学校入学のタイミングです。でかくない？ま、でかかったんです私、発育が良くて。でかくない？はい、5歳ですか。ああ、これは後ろの美穂ちゃんですね。はい、美穂ちゃんにまあそのお昼を誘うタイミングがありまして、一人で食べるか昼食に誘うか。5歳ですよね。5歳です。5歳で昼飯誘いますと。いや、まあそのなんていうんですか、マセガキですよ。でもジーニアスですから僕。性欲異常者です性欲異常者です私。あ、性欲異常者なんですね。はい、性欲異常者として、性欲異常者が今育てられまして、はい、育てられまして、そして、あ、飛びましたけど、はい、9歳ですね。はい、9歳も天気でしたね。ハロウィンパーティーがあったんですよ。あ、そうなんですか。はい、で、まあ、どの衣装にするか、ピエロかバナナか、で、私はバナナを選びました。あ、そうなんですか。はい、まあ、この後と一緒にこう皆さんの家を回っていくんですけれども、ミスターインクレディブルの格好をした彼女とイチゴの彼女、どちらを選ぶのか。はい、ここは難しいところですね。はい、でこの後、まあ、さらに分岐があるんですが、綺麗な家に行くのか不気味な家に行くのか、はい、私はハロウィンですから、女の子とちょっとこうね不気味な家を選びまして。あ、そうですか。はい、行きまして、およし、出てきたわ。あ、ニーズマがすいません不気味な家だこれはこれは不気味だなおい。あ、トリックはトリートで、いや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 、旦那さんがすでにいたずらしちゃったんですね。ちょっと待ってくれよ。おい、あ、これはとんでもなかったですね。いやー、ちょっとね、新妻からお菓子をいっぱいもらいまして、いやいやいや、バナナの格好してよかったなと思いました今。とんでもない、はい、今でも覚えている初体験でございます私。さあ続いては10歳です。はい、評価をちょっとこのゲームを。ここまでいくつですか。あ、ひどいですね。いや、クソゲーですねこのゲーム。いやいや、そんなことないです。しかも10歳カットするんですか。あ、もうそうです、10歳大したことなかったんだ。見たかったですけれども、ここなんでカットするのか全部見せてくださいよ。いや、車の洗浄でしかなかったんだよ。車洗うしかなかったんですよ。13歳中1です。はい、私は一匹狼だったんですね。なので学校でも孤立をしておりました。これ×ですか。これ中学の方ですね。あ、蹴っ飛ばされてますか。あ、こう、そうですね、菊池くんですこれ。あ、いたんですか、はい、菊池くんにこう足をかけられまして、僕はもう腕一本で、もう、おいと、何をしてくれるんだお前はと、もうギャラリーも集まってくるわけですよ。でこの中で右フック、今でも思いますボディフックを決めましたね。が殴られ、結構フックでペースきましたね。菊池くんも発育いいですからね。180センチありました。お、ボディ、あ、ボディ、あ、もう倒しました。あ、2発です。あ、2発でも仕留めましたね。ギャラリーももう大盛り上がりで、やったぜあいつ、さすがだねって言って一人の女を持ち帰るわけです。あれはい、これはこれも美穂ちゃんなんですけど、これは、はい、あ、これはいけない。これは何ですか。13歳の頭の中ですねこれは。もうこれは13歳いけません。これはいけません、いけません、いけません。もうこんなことばっかり考えてたんです僕。いやー、よくないですね。よくないです。もう喧嘩と女あ、もう喧嘩と女と対抗。うわ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 、あ、もうこんなことばっかりもよくないですよこれは。ね、もうほらほらほら、もう美穂ちゃんとこんなこと。13歳の春。はい、でそして14歳、中二病の頃ですね。美穂ちゃんと廊下で待ち合わせをしていきました私は。はい、でこのくぐり抜けていくわけ、これ高橋くん、あ、高橋くんちょっと怖かったって避けました今。なるほどね。喧嘩でも強かったね高橋くん は、 高橋は、はい、でこれお調子者の大橋くん、あ、大橋かかっちゃいましたね。 はい、大橋くんはもうここで一度こう避けて美穂ちゃんの方に行くわけですね。はい、あー、あー、いけませんよ。すいません、これ僕の頭の中ですね。これはもうよくないですよ。よくない。この13歳から何も成長してないじゃないですか。はい、で壁ドンを、はい、え、
両手ですか？はい、両手で行くタイプで。ちょっともうファーストキス14歳なんですか？すいません、ちょっと恥ずかしい。早いですよ。すいません、ちょっとね、あのファーストキスだけはね、もういい経験でしたね。もう大人じゃないですか。はい、そして二十歳になります。飛びすぎじゃない？だって高校がないんだけども。いや、もう青春の学校見せてよ。男子校でしたからいらないんですよ。何もなかったんですね。はい、人生のパートナーを選びます。あ、2歳年上のミッシェルですね。はい、とてもセクシーな、いい、まあいい先輩でした。そしてこれは、まあ、同学年のアリス。そして気立てのいいサクラですね。はい、まあその料理が上手でね。でシャオシャオ18歳ですね。可愛らしいですね。はい、これ後輩の子。でボブ。あ、ボブ。はい。なるほど。そしてオルガですね、はい、35歳、熟女、ええ、あのこのゲームですね、はい、1回選択したら戻れなくて。あ、そうなんですか。そうなんです、もうオルガを選ばざるを得なかったんですよ。あ、オルガ選ばざるを得なかった選ばなくて、あのあ、オルガ、オルガメジャーリーガーなんですね。あのあ、オルガ、オルガはもう野球選手でして、もうアスリートとして活躍している。まあその貧富の格差がちょっと僕とはね、収入格差があったんですよね。はい、だからオルガルートの21歳、はい、オルガを選んだ時の私ですね。あ、ショッピングモール、イオンですね、イオン浜松店。浜松の、はい、フードコートでハンバーガーを食べて、ダンスダンスレボリューションをして、あ、ショッピングですね、はい、島村で服を買って、で、オルガはジュエリーショップで宝石を欲しかったわ。ああこれまだですか、これ。すいません、ちょっとオル13から何の成長もないじゃないですか。すいません、男の子って言ったらずっと頭の中は一緒なんですよ。あのオルガを目の前にして、この性欲ってもう、すいませんね、性欲異常者じゃないですか。いや、オルガもいいとこいっぱいあるんですよ。いや、知らないですよ。いや、知らないでしょうね、そりゃ。収入格差があったんで、僕は100ドルの指輪しか買えなかったわけです。オルガは、オルガはそのメジャーリーガーだったんで、オルガこれ喜んでないですね。ないですね。そういった部分においてはオルガ厳しかったですね。やはりその派手さを好む女性でしたから。なるほど、はい、まあしかし時は流れて、はい、はい、そして23歳を迎えます、はい、オルガと街を歩いて、まあ、まあ順調ではあったんですが、あ、ランボルギーニ、ランボルギーニですね。あ、オルガ、オルガ、わー、オルガ、あ、今でも思い出します。オルガに捨てられました、私は。あ、そうだったんですね。はい、オルガが金を選んで、はい、行ったというところ、これは何ですか。あ、これはあの僕の頭の中のイフルートですね。あ、オルガじゃなかったよと。もうこんなに分かりやすかったらいいのになということで、もう、いや、もうダウンロードするんですか。いや、もう やりたくて、すいません。あのごめんなさい、ちょっともっと分かりやすいゲームがいいなと思って。これはオルガと別れた後ですか。別れた後は仕事につきまして、あの秘書をやっておりました。バツイチですか。じゃあ、そう、あ、そうですね、バツイチですね、はい。で、あの女マネージャー、まあ、上司の方ですね、コーヒーを入れたシーンですね、はい、はい、私のコーヒーがまずいとショックでした。私は奮い立つ怒りを彼女にぶつけました。うわ、よくないですよ、これは。殴り返されまして、死にました。なるほどね。まあそういう白チュームを見まして、まあ、もう一度選び直しましたね、はい、彼女に従うと。犬のように、はい、私は犬です。私は犬なんです。こうやって床をすすりながら、そんな25歳でした。27歳、はい、お腹が痛かったんですね。なぜ私は男子トイレに向かいました、そして大便器が埋まってたんですね、なので仕方なく小便器で代用する代用するという、はい、それしか思い出のない27歳でした。なるほどですね。本当にもう、いや、大きかったんでしょうね。大きかったんでしょうね。しかしマネージャーの仕事を続けていたので、はい、まあ、収入はありまして、車を買うタイミングがあったんですね。どっちもいい車ですね、はい、しかしオルガに裏切られましたからね、私は間違いなくもうあのホワイトを選びました。なるほど。そして、はい、節目の30歳、はい、30歳を迎えます。これ何が起こるのか。街中でランボルギーニを乗り回していたら、オルガがまた、大谷翔平さんと歩いてたわけですね、はい、私はオルガをオルガに見せつけてやりたかったのです、はい、これは壮大な復讐劇だったわけですね、オルガに対する。ゲームオルガしか選べないなってやったら、もうオルガでいいやと。いやいやいや、はい、やっぱそのミシェルとかシャオシャオとかのルート見たかったですよね。まあこの後ね、はい、はい、あの第2弾では、あ、そうです、そうです、シャオシャオとか、まあ、ミシェルのルートをお見せしようかなと思うんですが、はい、まあ、私の人生今のところはこんな感じでございました。あ、何かお父さんへの一言ありますか。あの、